はい、こんにちは。まーちゃんのゆまはるです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダージオのデラックス。ウィザードライドウォッチと、RKF レジェンドライダーシリーズの、仮面ライダークローズと仮面ライダークリスです。はい、ということで、2018年10月20日、昨日発売だね、こちらね。うん、で、今日のテレビ本編で多分登場したと思うんですけれども、うん、ちょっと前の日に撮ってるんで、どうだったかは私はまだ分かってません。ごめんなさいね。それと、レジェンドライダーシリーズのクローズとグリス。じゃあ早速こちら開けていく前に、コメント！この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、はい、ということでこちらがウィザードライドウォッチですね。うん、ここに2012って書いてあるかな。うん、じゃあ絶縁シート取りましょう。はい、では鳴らしてみましょうか。うん、魔法の指輪でショータイムだったね。宝石のライダーなんだ。そうだね。じゃあ文字盤回してみましょう。うん、はい、じゃあこれで鳴らしてみようか。うん、はい、じゃあ時空ドライバーで聞いてみましょう。はい、時空ドライバーゲイツね。うん、ブリーズって言ったね。うん、うん、じゃあ必殺技。はい、ストライクタイムバースト。ストライクって言ったんだ。うん、はい、ということでこちらが RKF レジェンドライダーシリーズの仮面ライダークローズだね。そうですね。うん、めっちゃかっこいいんだけど、ここなんとですね、肩パーツがない。こう入ってませんでした、うん、ちょっと久しぶりだね、こういうことあったのね。そうだね、ちょっと久しぶり。すごいクオリティ高いのにね、うん、ちょっと寂しい。なんか怪我しちゃったかなって感じだね。あんま壊れちゃったかなって感じなんだけど、はい、細かく見ていくとこんな感じ。どうこれ、すごいかっこいい。めっちゃかっこいいよね。さすが RKF ね。ちゃんとね、このボディの部分がメタリックブルーになっててね、うん、いい感じなんですよ。そしてビルドドライバー巻いてあるね、うん、こんな感じで足元めっちゃかっこいい。おお。クローズの方には手首パーツが2つ付いてましたね、うん、これは両方ともグーパーツです。そして懐かしのビートクローザーが付いてましたね、うん、これを持たせるとこんな感じになるわけだけど、いいじゃん、かっこいい。ここ寂しいけどかっこいいね。そうなんだよね、ここだけね入ってればよかったけど、うん、これちょっとどうしようか、お問い合わせした方がいいかな。そうだね。はい、ということでこちらが RKF レジェンドライダーシリーズの仮面ライダーグリスだね。そうですね。これがやばい、マッキンキン。これはすごいクオリティ高い。おお、すげえ、かっこいい。今までと全然違うし、ちゃんと頭部が半透明のパーツ使われてんだよね、うん、ボトルチェンジライダーシリーズは上からこうかぶせるタイプだったでしょ、うん、でもそうじゃなくてこれはもう最初からかぶさってるんで、いい感じだね、うん、これグリスの中で一番いいんじゃない、うん、そしてもうゴールドね。このゴールドめっちゃかっこいいよ、うん、ちゃんと必殺技が再現できるように肩のこんなんだろう、ゼリーが吹き出る場所が曲がるようになる。ああ、ほんとだ、うん、グリスも手首パーツ2つ付いてまして、
で右手が拳で左手がこういう何進化を回してぶっ潰すっていうやつ。そうだね、その手首ポーズになってますね、はい。そしてあとツインブレーカーもついてましたね、うん。なんで手首パーツを変えてこういう風に構えるとまさに進化を燃やしてぶっ潰すな感じができるね、うん。はい、じゃあパパがクローズのポージングやってみましたけど、これどう？ハイキック決まるね。決まる、めっちゃかっこいい。はい、こちらがエイシン君がポージングしてくれたグリスですね、うん。まあ、ちゃんとこれ吹き出し口外が向いてんだね。そう、それでプシューでライダーキックですね、うん。いいじゃん。はい、じゃあ今回も変身対決いきましょう。エイジン君はジオウとリザードだね、うん。はい、じゃあお願いします。変身終わった、うん。これあれなのね、うん。ここから魔法陣がブワーンってなったのね。かなりシンプルでしたね、うん。じゃあ次パパやっていきましょう。はい、変身。戻ってきた。ちょっと今吸い込まれなかった。ごめんごめん、パパちょっと魔法使っちゃったからここにね。ということで今回も、こちらの方にアンケート用意してますので、どちらの返信が良かったかぜひアンケートお願いします。はい、はい、ということで今回は仮面ライダージオウのデラックス、ウィザードライドウォッチと RKF レジェンドライダーの仮面ライダークローズと仮面ライダーグリスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライク、うん。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。